でやりましょう。はい、おはようございます。はい、昨日と一昨日とね、リフレッシュからやって、疲労あるって僕も聞いてんだけど、ね、今日午前中だけだから、また一回トレーニングして、しっかり頑張って、アップから体温めて、頑張ってやっていきましょう。オーケー、はい、今日誰だっけ？ハンマーです。はい、ハンマーお願いします。Bueno, creo que todos los jugadores, como el staff, dicen de subir a primera división. みんな選手、スタッフ、今みんなが本当に J1 に昇格するってことを思ってて、あとはそういうことを発言してくれてると。Pero yo creo que hay 10, 11 equipos que también quieren. Entonces, para mí, mi mentalidad es entrenar fuerte, hacer una pretemporada fuerte. だから自分としてもやっぱりそういうライバルがいる中で、プレシーズン、そして今日 の, 練習からやっぱり強く練習したいと思っている。Y tener en mente el primer partido que jugamos fuera contra Fujita。もう、で、藤枝戦のアウェーの試合っていうのを常に頭の中に入れながら。Y ganar esos tres puntos e ir partido a partido。で、勝ち点3をまずそこで目指すっていうことと、で、それを目指した後に次のゲームっていうのを考えていけるようにやっていきたいです。なので今日の、トレーニングを、強く、ハードにやってしっかり、オフを迎えれるようにしましょう。はい、じゃあ行こう。ではご挨拶代表して新しいとこっちからお願いします、はい、では改めて今日はお呼びいただきありがとうございます。まず今シーズンがスタートしてから約1ヶ月、トレーニング始まってから1ヶ月ですけども、この1ヶ月で本当にこう見違えるようなチームというか、本当に一致団結した素晴らしい今グループが出来上がってまして、まあ、開幕に向けて、本当にいい準備ができていると思いますし、まあ、私たちの目標である、J1 昇格、J2 優勝というところに向けて、本当に選手たちと今残りの期間で、最高の準備をして、リーグ戦を迎えたいと思っていますので、また今シーズンも改めてになりますけども、よろしくお願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、
お忙しい中にまた開幕直前というところ貴重な時間を使っていただいて県庁にお越しいただきまして本当にありがとうございます。本当昨シーズンですね悔しい思いを私もしましたけれどもまた新たに新しいシーズンが始まるということで、ぜひ今回ですね優勝して J1 昇格ということを目指していただければなと思っています。私も一人の県民として本当に期待をしています。で先日キックオフイベントにも参加をさせていただきました。その中で育成最高の舞台へというスローガン新しいスローガンを拝見して本当にいいスローガンだなというふうに思っています。まあ、県としても皆さんと一緒に県民の皆さんと一緒に皆さんのことをしっかり応援していけるように一緒に頑張っていきたいというふうに思っています。で具体的には3月2日ですね、ホームの開幕戦がありますけれども県民応援フェアということで我々県もしっかりと盛り上げていけるように頑張っていきたいというふうに思っています。ぜひ処理をしていただいてですねまた次につながるように、まあ、それ前にもアウェイにもありますけれどもしっかりと勝ち星を重ねていただければというふうに思っています。まあ、最後になりますけど何よりもまず皆様ですね怪我がない一年にしていただいて存分に日頃の練習の成果を発揮できるようなコンディションを保っていただければというふうに思っています。県民を代表して心から応援をしておりますので頑張ってください。期待をしています。ありがとうございます。では選手を代表してキャプテンの選手からお願いします。本日はお忙しい中お時間を作っていただきありがとうございます。僕たちの目標である J2 優勝、J1 昇格っていうのを、成し遂げられると、長崎県民の皆さんを笑顔にできると思うので、自分たちにはその役目があると思うので、それをしっかり果たせるように今シーズン選手スタッフ一丸となり、頑張りたいと思います。今シーズン1年間よろしくお願いします。はい、ではシーン撮影します。はい、こちらお願いします。本当にシーズンスタートしてから選手たちがすごくいい反応してくれて、本当にいい準備ができていると思います。戦術的にもそうですしそのチームの一体感とかJ1 昇格 J2 優勝という目標に向かってみんなが立ち向かっていくということがすごく意思統一されている感じがあってそういう意味では非常に手応えがある中でそのやっぱいい状態であるからこ そ, その何かで一つ歯車が狂わないように、そこは本当に今気をつけているところではあります。もう1回30分だお疲れ様です。絶対指定したい。そこは全体守ろう。みんなでね、みんなでこのゲーム勝ちに行くよ。もう1回守備がしっかり入るよ。絶対指定したよ。いい入りしよう。よし、行くぞ。外から見てたビファーレン長崎っていうクラブだったりチームだったり、まあ、選手と実際、まあ、僕が1月から来て、まあ、指導してみて受けた印象は全く違って選手たちは能力はあるけどこう規律がなかったりとか少し自分本位の選手が多いのかなって勝手なイメージを持ってたんですけど実際みんなと一緒に仕事をし始めてから、まあ、全然そんなことなくてチームのため、クラブのため、ファン、サポーターのため、そういったところでこう仕事ができるというか一生懸命やってくれる選手が非常に多いなという印象を受けてで実際、トレーニング重ねていけばいくほどやっぱりそういう思いは強くなって本当にこのチームでこの選手たちと目標を達成したいなという思いは強くなりますね。もちろん開幕戦は大事ですけどやはりそのシーズンをどう戦っていくか安定して戦っていくかがすごく大事なのでまずはその1試合ということを考えて開幕戦を迎えたいなと思っています。